こんにちは、ハッピーです。最近ネイルのことをコメントでいただいたので、今日は私がやっているネイルをご紹介したいと思います。この指先はダイソーやセリアなどの100円ショップで買えるジェルネイルシールです。慣れれば10分ぐらいで完成します。用意するものはジェルネイルシール、付属の爪やすり、除光液、爪切り、トップコートです。このジェルネイルシールは普段ネイルができないけどこの日はネイルがしたいっていう時に、10分でしかも100円で本格的なネイルができ、落とすのはシールを剥がすだけという手軽さなので、学生さんだったりネイルができないお仕事の方には特におすすめのシールです。今回は実際にジェルネイルシールを貼りながら貼り方のコツなどをご紹介します。では早速いきましょう。まずシールを貼る前に爪の表面にある油分、水分、マニキュアを落としてから使います。ハンドクリームを塗った後はシールが滑ってしまい貼り付きにくくなっているので注意が必要です。甘皮はできる方は処理しておくと仕上がりが綺麗になります。次に爪のサイズに合ったシールを選びます。選び方のコツは、爪よりも上にはみ出た部分はカットするので長さは気にしなくて大丈夫です。爪の横幅は少し小さくても見た目ではあんまりわからないので、ぴったりにしなきゃと考えなくて大丈夫です。次に爪にシールを貼ります。爪の付け根からシールを貼り、爪の先に向かって密着させます。空気を抜くように指で撫でるときれいに密着します。私は爪切りを使って余分な部分をカットしています。爪の形よりは一回りほど大きめにカットするのがポイントです。はみ出たシールは爪に巻きつけるように折ります。そして付属されている爪やすりを使ってシールを削り、爪の形に整えます。爪やすりは常に上から下へと同じ方向に動かします。角度は45度から60度ぐらいがポイントです。角度が低いと粗い仕上がりになりやすいので、角度は45度から60度ぐらいを意識してみてください。
後にトップコートを塗ります。トップコートは塗らなくてもいいのですが、塗った方が持ちが良く剥がれにくくなったので、私はトップコートを塗っています。このジェルネイルシールはつけた後に家事とかお皿洗いをやっても取れることはありません。なので朝お出かけする前にジェルネイルシールをつけても安心です。ただしお風呂に入ると剥がれやすくなるので、お風呂に入った後にやることをおすすめしています。簡単にこんなネイルが完成しました。シンプルな柄を選ぶと上品な指先になります。こちらもセリアのジェルネイルシールです。セリアのジェルネイルシールは厚みがあるためやり直しもしやすく、初めての方でも貼りやすいです。普段ネイルできないけどたまにはネイルしたいという方にすごくおすすめです。日々のおしゃれの参考になれば嬉しいです。今日はここまで。バイバーイ。